成果を確認してくれ。探索船いらっしゃい。この子に何か食べ物を。この店の名物は麻婆カレーよ。一週間も煮込んで作るの。麻婆カレー。じゃあそれを。ところでバスカビルって人を知らない？ここで会えるって聞いたんだけど。そのじいさんは清涼の規律に逆らった悪人だ。とっくに処刑されたよ。そう。ベルベット、麻婆カレー美味しいよ。仲がいいのね、ご兄弟。いえ。そうよね、あなたの弟さんは殺されたんですものね。なぜそれを。闇は光を睨む者を見ているものよ。バスカビルが捕まっても闇ギルドは動いているのか。ええ、船長が消えてもアイフリード海賊団が止まらないように。あなたが窓口なの。ご用は何かしら。アルトリウスの行動予定を知りたい。それはちょっと値が張るわね。非合法の仕事よ。これを全部こなしてくれたらこちらも情報を提供するわ。これを持って行って。偽造だけどまず見抜ける者はいないはず。マギル記述団って書いてあるんだけど。あら、門前でそうなのって言ったでしょ。そっちの力はよくわかった。達成したらここに報告に来てね。でも失敗した時は私が勝手にやったことでしょ。迷惑はかけないわ。その心がけに応じて今晩は宿をサービスするわ。依頼は明日からになさいな。わかったわ。アイフリード船長の行方ね。船長には借りがあるの。この件に関しては情報が入ったら無条件で教えるわ。頼む。あいつが失踪した現場にはペンデュラムが落ちていた。それにどうやら特等大魔師メルキオールも絡んでいるようだ。大変そうだな。俺たちに付き合ってる場合じゃないんじゃないか。お前こそなぜベルベットに付き合っているんだ。ん？だから恩返しだよ。刀の在りかを教えてもらった恩があってだな。ゴーマが恩だと笑わせるな。海賊をやってる精霊の方が冗談だろ。何にせよ、俺たちは断りからはみ出したはぐれ者だ。こんな断りが仕切る世の中じゃ、はぐれ者は俺みたいに開き直って化け物になるか、さもなきゃ。俺たちのように、はぐれ者同士でつるむしかないだろうな。だろう？なのにベルベットは一人で世界に牙を剥いた。なかなかできることじゃない。あいつの強さの正体が何なのか、俺はそれに興味があるんだ。
つまるところ自分のためか。いかんか？いや、俺も同じだ。清涼の断りによる支配に抵抗するために意志と力を持った仲間が欲しい。だがアイフリード海賊団のバカな流儀に付き合えるのは同等以上のバカだけだ。俺もあいつがどこまでのバカか興味がある。ベルベットが聞いたら怒るぞ。褒めてるんだ。そんなバカは滅多にいない。そうか、お前たちの船長もそういう人間なんだな。ああ、アイフリードこそ立派なバカ野郎さ。同志アルトリウス、なかなか見事に民衆をまとめ上げおったな。さてさて、悲劇のヒロイン気取りの小娘の牙がこの世界にいかほどの傷をつけうるか。裏切り者探しでもしながら見物させてもらおうか。優しそうな顔してしたたかなばあさんだな。奇術団のことも私のことも知ってた。情報網は本物のようね。情報だけじゃない、偽造と言っていたが通行手形も本物だ。王国内にも仲間を潜り込ませてるってわけか。先代のバスカビルは反権力の塊のような男だと噂に聞いたことはあるが、処刑されていたとはな。カリスマを失っても組織は揺らいでない。そこが知れない連中だな。それくらいの連中でなきゃ清涼とは渡り合えない。情報を手に入れるためにも依頼を成功させないと。うまい神水をもう一杯飲むためにもな。気が合うな。あの店はいい神水を出す。あんたも頑張りなさい。また麻婆カレーを食べるために。うん。料理当番。倉庫の赤箱を破壊せよか。穏やかじゃないな。いつもが穏やかだとでも？うん、それもそうだ。これは請け負い仕事だ。無駄に消耗することはない。バンエルティアにつなぎをつけて警備を引きつけさせておこう。お願い。何を壊すのかな。さてね、何でも同じことよ。
いや、同志の式典は良かったな。アルトリウス様の演説はもちろん素晴らしかったが、パーシバル殿下もご立派だった。民と国のためにアルトリウス様を立て、ご自分は一歩引かれる。その度量こそ王の器だ。そうか。なんだか弱そうなやつだったが。一見そう見えるが、真の強いお方だよ。幼い頃から黙々と学問と公務をこなされてきたんだ。唯一の趣味といえば鷹狩りくらいのものだが、おかわいそうに。それも随分ご無沙汰だな。随分肩入れするのね。そりゃあな。ここだけの話、弟が二人おられるんだが、どちらも出来が良くない上に悪い取り巻きがついてる。パーシバル殿下に万一のことがあったら、王国の未来は真っ暗なんだ。なるほど。期待は兄貴にかかってるんだな。期待の王子様は王国の弱点でもあるわけね。歴史の本がある。ミッドガンド攻防史。約800年前、我が大陸は異大陸の軍勢に制圧支配された。ほとんど記録が残っていない以後の500年間を暗黒時代、クローズドダークと呼ぶ。300年前、この暗黒時代を終わらせ全土を再統一した英雄がクローディン・アスガード王である。クローディン、その名前どこかで。よし、今日の修行はここまでにしよう。ありがとうございました。それにしても兄さんの技ってすごく品があるよね。これは俺の師匠クローディン先生が作った剣技だよ。私もあんな綺麗な技を使ってみたいな。同じ型を教えたんだがな、なぜかお前は断りと違う蹴りや技が出る。ああ、体が勝手に動いちゃって。まったくお前は。だがベルベットはちょっと先生に似ているよ。先生もなかなか変わった人だった。いつも風変わりなマントを着ていてな。風変わりなマント？でも火のように強く、水のように周囲を潤し、地のように揺るがず、風のように自由で、今でも俺の憧れの人だ。私も会ってみたいな。それはもう無理だ。亡くなったの？ああ、先生は俺を守って、だから俺は。いや、本に書かれているのは300年も昔のこと。同じ人物のはずない。ベルベット、どうかした？ううん、なんでもないわ。クローディンって王様は随分強いやつだったんだな。それだけじゃないよ。歴史上で一番民を信じ、民から愛された王様って書いてある。ミッドガンド王国はそのクローディン王の一族、アスガード王家の末裔を名乗っている。アルトリウスに同志などという横行な称号を与えたのは、暗黒時代を終わらせた英雄王の栄光を再現しようという意図の表れかもしれんな。子供だましね。称号なんかで世界を変えられるなら苦労しないわ。そうとも言い切れん。重要なのは民衆が同志という称号に希望を見出し支持している事実だ。それは同志の名のもとに世界の意志を操作できるということだからな。全部承知で称号を受けたなら、アルトリウスの覚悟も半端じゃないな。あいつの覚悟なんてとっくに分かってる。あれだけのことをしたんだから。
上司って言うけどさ、アルトリウスが降臨の日以前に何をしてたか知ってるやつはいないそうだぜ。そう。それが突然精霊を連れて現れてゴーマを蹴散らし、大魔師の才能を持った若者を組織したんだ。怪しいわね。だろう。ところが王国はアルトリウスの力と意志を認め、全面的にあの男を支援した。ひょっとして王国を乗っ取る気なのかも。あ、それはない。逆に腐敗してた政治や教会を立て直して王家の基盤を強化したんだから。裏で私腹を肥やしてるとか。あ、そういう噂すらないんだ。むしろ身を削って働きすぎてお偉方が心配しているくらいで。じゃあ何が目的で。やっぱり本物の同志様なのかもな。とにかく3年前あの人が来てくれなかったら今頃ミッドガンドが壊滅してたのは確かだよ。私はマギル技術団さん、うちの依頼を受けるなんてあなたたちかなりやるようね。決死長か。何の用。攻守警戒ゴーマって知ってる？聖霊が特別手配した強力なゴーマでしょ。そいつらを討伐する気はない？倒してくれれば報酬を払うわ。報酬？聖霊に頼めばタダで倒してくれるのに。ところがそうでもないのよ。公主くらい強力なゴーマになると聖霊は迂闊には手を出さないの。手を出すのは討伐に要する犠牲より公主が起こす被害が多い場合のみか。断りに従えばそうなるだろうな。ええ、けど身内を殺された者、公主になった人間と因縁を持っている者、お金を払ってでもそいつを殺してほしいって人間はいっぱいいるのよ。なるほど。そこで警視庁の出番というわけか。そういうこと。各地にいる警視庁の仲間が公主警戒ゴーマに関する情報を持っているわ。公主を倒して仲間に報告してくれれば報酬を払う。あんたの依頼は分かったけど約束はしないの。それでいいわ。警視庁は十中八九死ぬ相手と事前契約を交わすほど間抜けじゃないし、結果を示してくれれば OK よ。と言ってもあっさり死なれても寝覚めが悪いから、これはお近づきの印に。警視庁さすがにしたたかね。ゴーマをめぐる思惑は一筋縄ではいかんということだけど、これで公主を買ってもただ働きにならないで済むぞ。強い敵を切って金までもらえるなんて最高だな。攻守警戒ゴーマは聖霊が戦いを避けるほどの相手。舐めてかかると殺されるのはこっちよ。本気で奴らを狩るなら各地の警視庁から情報を得て準備を整えてかかるべきだ。おう、装備の強化も忘れずにだな。そういうことね。ライヒセット。何ロクロ。麻婆カレー。え、お前面白いな。そんなに麻婆カレーが気に入ったのか。香ばしくて時々ピリッとしてふわっとして食べたら嬉しい気持ちになった。大好きってことだな。精霊ってそんなに食いしん坊なのか。人間やゴーマと同じように大食いも小食もいる。味覚も好みもそれぞれ違う。アイゼンは好きな食べ物があるの？俺は神水と。神水と何？いや、主に神水だ。主じゃなく好きなのは？神水だけじゃダメか。ちょっと気になっただけ。俺は神水と芋けんぴが好きだぜ。芋けんぴ、
さつまいもを短冊切りにして油で揚げて砂糖を表面に絡めたお菓子だよね。ああ、これがな、いくら食っても飽きないんだ。お前は浸水のみなのに甘いものも好きなのか。おお、どっちも好きだがダメか。いや、芋けんぴ食べてみたいな。あ、恥ずかしがらないでいいわ。言ったでしょ、お腹が空くのは生きてる証拠よ。うん。ネクターは強い効果を持った滋養薬だよ。だが常習性があるから医療関係者にしか調合や処方は許されていないんだが、近頃民間でかなり大量に闇ネクターが出回ってるようなんだ。あんたは扱ってるの？バカ言え、俺は真っ当な商売人だぞ。まあ扱えば需要は大きいだろうさ。あれは滋養効果以外に強い酩酊性があるんだ。こんな時代だ、そういうものに逃げたい奴も多いからな。そうなのか、浸水のがいいと思うが。妙なのは清涼だよ。本気になればすぐ根絶できるはずなんだが。とにかくネクタは流通も製造も謎が多い。真っ当な人間が手を出すもんじゃないぜ。知ってるか？清涼は新しい拠点を作ってるらしいぜ。なんでも古い遺跡があった山の中にでっかい神殿を建ててるんだとか。そんな暇があるなら一匹でも多くゴーマをぶっ殺せってんだ。いいの？そんなこと言って。へっ、俺は同志を崇めて現実を見ないバカどもとは違うんだ。相変わらずゴーマ病の治療法は見つからねえし、ゴーマはうじゃうじゃいる。最低最悪が最低じゃなくなった程度で、この先どうなるかなんて分かったもんじゃねえ。ひょっとしたら今ゴーマが町中に入り込んでることだってありうるんだぜ。ええ、あんたの言う通りよね。よし、警備がいない。今のうちに倉庫の中へ。ベンウィックたち、うまくやったようだな。赤い箱、これを壊せばいいのね。ミッドガント教会の風刺。中身を確かめるか。必要ないわ。燃やして、ライフセット。うん。依頼達成、撤収よ。
嵐のせいで手間取った。一刻も早くアルトリウス様に報告しなくては。あなたは！と、涙目の一刀対魔士エレノア・ヒュームです。今度は逃がしません。穏便にはすまないか。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーザルペイン。精霊なしでまだやる気？まさか倉庫に火を。最悪の中で人々が築き上げたものをどうして、どうして壊せるのですか？人間じゃないからよ。許しません、ゴーマン。こいつまだ精霊を。エレノア様は僕が守るでぐよ。かかってこいでぐ。こい、そうでぐか。見つけたぞ、このバッドなお声は。裏切り者ビエンフ、珍妙にお縄に使え。出たー。こら、戦いなさい。おい、煙が上がってないか。本当だ、勝ちだぞ。火が回る時間は稼いだ。逃げるわよ。お前も来い。離せ魔女ザラリー。大魔様、これは痛い。ひどいお怪我を。私よりも人を集めて倉庫の召喚をお願いします。はい。この倉庫には何があったか分かりますか？確か滋養薬ネクターです。教会のギデオン大司祭が手配された薬で、各地の医療機関に送るために大量に。教会の薬を、なぜそんなものを。なんとか逃げ切れたな。よいよいよいよ、無念じゃよ。せっかくあいつを追い詰めたのに。ま、居場所が分かったからよしとするかな。あんた、あの変な精霊を探してたわけ？そうじゃ、奴の名は精霊ビエンフ。わしの可憐な乙女心を傷つけおった憎さ余って可愛さ全開なのるじゃよ。捕まえたらどうしてくれようか。
意味が分からん。分からん。いいの、分かったら困るわ。さてと、ローグレスに報告に戻るわよ。成果を確認してくれ。俺の感性が叫んでいる。これ。探索船、バツビオ。ここいらじゃマイナーなもんでな。とっとと来ますぞ。スリアプリットステップ、ティエンレイクス、ティエンレイクス、ティエンレイクス、ここだ。やれやれ。どこまで飛んでいきな。手間をかけさせないで。逃げるぞ、逃げろ。そこだ、スカーレットステップ。操縦者だ、とどめ。スカーレットエッジ、スプリットステップ。操縦者、操縦者、捕らえられますかよ。操縦者、操縦者、操縦者、セイドブライド。呪いぜ、操縦者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 、
その力、興味がある。人に勧める気はない。命がいる。いらないようだな。衝撃客そこだ。加えるまず衝撃客そこね。スカーレットウィッチ衝撃客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 ブリッドステップ やれやれ。エレノアというタイマシと何か因縁があるのか。ノースガンドで初めて会った時にあいつが泣いてたのをベルベットが茶化したんだ。涙目タイマシってな。タイマシがなぜ泣く。善を守るためには子の犠牲も良しとするアルトリウスの断りに後ろめたさを感じたんでしょ。アマちゃんなのよ。それであれだけやれるのか。一等タイマシの肩書きは伊達じゃないようだな。油断はするなという話だ。ところでマギルーが追っかけてたビエンフーとかいうのは本当に精霊なのか。俺たちとは異なる種族だが精霊だ。ならマギルーはタイマシってことか。魔女とか魔法使いって言ってたのは何だったんだ。監獄島に捕まってたことを考えれば精霊から弾き出されたやつなのかもね。あるいはただのペテン師か。そうね。タイマ師じゃなくてもあの妙な精霊がいれば奇術ごっこくらいはできる。エリノア様はビエンフが守るデフよ。かかってこいデフだもんな。お、笑った。あ、ごめんなさい。なんで謝るんだよ。ビエンフが面白かったんだろう。うん、笑いたいときは笑えばいいんでふぅ。そんなにおかしいならお前もやってみろ。ほら、僕はライフィセットでふぅ。あ、うん、僕はライフィセットで。やめなさい。なんでだよ。ほら、人が見てる。目立つのは困る。あ、ごめんなさい。
まったく余裕のないやつだな。ライフセット、後で二人でやってみようね。オートに来てよくわかった。清涼、そして同志アルトリウスは思っていた以上に支配力を増しているな。王国そのものって感じだな。何より民衆の支持が圧倒的だ。人類の救世主同志様か。さらに気になるのは、アルトリウスが聖主カノヌシの加護をもたらすと言っていたことだ。聖主、教会が祀ってる神様よね。演説でも言ってたけど、本当にそんなものの力をどうにかできるの？わからん。俺たち精霊にとっても聖主は話でしか聞いたことのない伝説上の存在だ。しかも演説では5番目の聖主カノヌシと言っていた。聖主は治水家風を司る市中のはずだが。新しい聖主ってこと？ライフセットは何か聞いてないのか？ごめん、僕もわかんない。いいわ、アルトリウスの言葉にとらわれすぎると奴の術中にはまる危険がある。あいつは聖人なんかじゃない。目的のためには何だってする男よ。神様をどうこうできるはずがないわ。奴らを甘く見るなよ。甘くなんて見てない。だから闇ギルドの力を借りて追い詰めるのよ。あいつを確実に殺すためにね。
Thank you.